イギリス国鉄マーク4客車。イギリス国鉄マーク4客車は、イギリス国鉄で、イーストコースト本線の電化により登場した、インターシティ225用に設計した4番目の客車である。ロンドンディーズエディンバラ間で運用される。1989年から1992年にかけて、バーミンガムにあるメトルキャメル、1989年5月に、 鉄道車両部門をアルストムに売却のウォッシュウッドヒース工場で製造された。製造数は302両でマーク2マーク3と比較して少ない量数である。編成は客車給料と制御荷物車で構成され30編成が運用されている。マーク3に比べいくつもの改良がなされ、特に手動ドアから押しボタン式のプラグドアに変更されたことが大きい。 バリアフリー対応も優先的に重視され、車椅子の回転がしやすい様デッキが拡張された。立席客の増加に対応すべく、デッキについて、壁のカーペット化、照明の向上、ドアからの吹き込み改善、折りたたみ椅子などによる居住性改善が図られた。なお、イギリス国鉄の車両で採用されてきた車内表示や車体表記に、 特徴的な鉄道アルファベット自体は本社では採用されていない。マーク4の元となった APT に改善点の多くが由来する。マーク4の内傾した車体側面は APT で不成功に終わった車体傾斜装置の将来的な設置を意識している。イギリス国鉄の当初計画ではイーストコースト本線の電化に続きウェストコースト本線でもマーク4を用いる予定だったが インターシティ250、計画の予算獲得に失敗したことら、90系電気機関車を既存の機関車の保管用に、発注したに止まった。車体は、マーク3客車同様に、対衝撃性に優れたモノコック構造を採用しており、専門家によれば、ハットフィールド及びグレートヘックで、死者が少なかった、主な要因が一体構造の車体であるとしている。 1 5 8系、1 5 9系機動車は外見こそ、マーク4に類似するが、車体設計では準じていない。マーク2、3と異なり、マーク4は、アイルランド鉄道では採用されなかった。2006年半ばに登場したは、スペイン製プシュプル客車で、設計が異なる。カナダのビア鉄道では、マーク4客車の派生形を、都市間列車及び、 寝台列車として運用している。中止されたヨーロッパでのナイトスター列車用車両の転用であり、カナダ向け改造はボンバルディアトランスポーテーションが担当した。2003年後半から2006年4月にかけ、かつてのフランチャイズオーナーであるグレート、ノースイースタンレールウェイとボンバルディアは、マラード計画の名の元マーク4客車の回収を行った。回収作業の進行中、 回収済み車両を用いた列車は、マラードとして、未回収車による列車と区別された。マラードの名称は、ナーの前身である、ロンドンノースイースタン鉄道が1930年代に製造した蒸気機関車の速度世界記録保持機、マラードにちなむ。マラード回収により、マーク4客車には、新しい座席とカーペットによる内蔵が施されるとともに、全席に、 電源コンセントが設置された。デッキの折りたたみ席は撤去され、代わりに止まり木タイプのが設置された。また、ビューフェ社は方向転換の紙反射が普通席に改造れた。車椅子幅のドアが設置されるとともに、編成全体での座席数が増やされた。ビューフェ社はバージンが220系、ボイジャーや390系。 ペンドリーノで展開したショップコンセプトに似たスタイルのカフェバーに改装された。しかし、ナーの品揃えはバージントレインズよりも限定されており、例えば CD や雑誌は販売していない。ナーは2003年12月から無線インターネット接続を試験導入し、2004年4月からは実運用を開始して、イギリスでのこの種のサービスの最初のものとなった。現在では、 すべてのマラード編成で8 0 2 1 1ビットジーム戦乱によるインターネット接続が可能である。料金は当初一等車で無料、普通車では有料だった。2007年12月9日の N クセクによる新フランチャイズとしての運行の開始後は全席無料となった。N クセクへの移管後の塗装は、ナー時代の塗装の予帯日を赤から白に変更し、 その上にンクセクのロゴを描いただけの暫定塗装とされた。ンクセクは、運行開始から2年ほど後の2009年11月13日付で、イーストコースト本線のレシャン港から撤退したため、マーク4客車がンクセクの正式塗装をまとうことはなかった。遺憾後は、当初はンクセク時代の塗装をもとに、白帯状に描かれたんくせのロゴを、 イーストコーストのものに書き換えただけの暫定塗装であったが、後になあ、臭く時代とは一線を画する白基調の塗装に変更された。バージントレーンズイーストコーストへの遺憾後は、バージングループの赤白塗装が採用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。